皆さん、こんばんは。ジェスター・セラです。サーズデイ・ホラーナイトのお時間です。毎週木曜夜8時に更新されるこの動画。超怖い話ガムの朗読をいたしております。さて、本日も超怖い話ガム第9週の開封を始めましょう。それではオープン。本日ご紹介するお話はこちら。超怖い話その162、時計。僕の住んでいるところは昼間でも車の音などはほとんど聞こえない、田んぼだらけの田舎です。ある真夏の夜、蒸し暑くてなかなか寝つけず、ベッドの上で寝返りを繰り返していました。今日に限ってはいつも聞こえる外の虫の声すらもなく、なぜかさらにシーンとしていました。ただ聞こえるのは枕元の目覚まし時計が時を刻む音だけです。カチ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 。こんなにも周りが静かだと時計の音ですら気になって眠れません。時計の音、こんなにうるさかったっけ。一度意識すると神経が集中し、さらに音は大きく聞こえます。カチ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 。余計に眠れなくなるので電池を抜いてしまおうと起き上がったその時です。それでは袋閉じを開封いたします。そこで初めて気がつきました。僕の目覚まし時計は確かデジタル時計だった。恐る恐る枕元に置いてある時計の方へゆっくりと視線を移します。すると真っ白い女の生首がものすごい速さで歯を鳴らしながら僕を睨みつけていました。はい、いかがでしたでしょうか。超怖い話その162、時計をお送りいたしました。ではまた来週この時間この場所で皆様をお待ちしております。ジェスターセラでした。くれぐれもお気をつけください。おやすみなさい。